脇には、江戸時代に長崎で行われた貿易形態の一つ。木と砂糖、比較薬品を輸入し、銅や小農などを輸出した貿易を本方に持つ、または本にと呼び、それとは別の召官員や船長が個人的に許された貿易品を脇にと言った。脇にによる商法は元、殉職の商法と言い,い、日本が、 対オランダ貿易を制限していく過程で、例外規定として生まれた。本にで扱われる銅や小の金融品である刀剣など以外は、どのような品物でも売買を許され、貿易船の船蔵の空いた空間に詰めて輸送された。来日したオランダ人たちは、衣服のもとや、死没の間に高価な商品を隠して持ち込んで、売り裁くため、上陸して、に、 三日経つと痩せてくると言われた。元禄九年から天命六年の間、出島には、召喚員たちの脇荷を収納するための脇荷蔵が、二棟、並んで設置されていた。脇荷取引は本荷とは、別途行われ、出島のオランダ人が要求する生活必需品、または、日本の名産物などと交換する形で支払われた。この取引のために、出島商人、または、 出島売り込み商人と呼ばれる商人が奉行の監督を受けて、酒、醤油、塗り物、薪絵、道具、屏風、竹細工、反物、木綿など、オランダ人の欲するものを納入し、長崎会所を通じて取引が行われた。オランダ人は商人たちから商品を買い取るが、支払いは会所の役人にした。代わりの品を渡すときは、その都度奉行所へ伺い、 御因が住んでから出島へ持ち込んだ。脇に貿易は看板貿易とも呼ばれ、将軍や老中、長崎奉行、長崎大官町年寄りなどが様々な商品を注文して取り寄せた。商品の注文は前年のうちに注文書を持って行い、翌年に届けられた。脇にで輸入されたものは時計、ガラス機、薬品などで、これらの他に、 長崎町年寄りの高島周藩は、銃や大砲といった武器と、その付属品、法術書などを入手している。町年寄りは、脇に貿易の収入だけでなく、貿易利益の不合配当も得られたので、家来を数十人抱えた者も,もおり、十万国大名並みに裕福だった。高島周藩の父で、長崎町年寄りの高島史郎表栄刺激は、 公毛人は気に大長物所管上その他、出島向き人体の取り締まり係という役職についており、これは脇にを管理して、出島の一切を統括する要職だった。ありがとうございます。